段階ジュニアナウあ、違う。<laughs> 間違った。<laughs> 段階ジュニアラジオ浅川図です。かべり。ついついね、林圭司くんの方のやつで間違って言っちゃいましたけれど、えー、迷惑系ユーチューバーのヘズマリュウさんが逮捕、二度目の逮捕っていうことで、二度目なんだ。そう、今回はレジを通さない刺身かなんかを食べて、それで、まあ捕まったと。普通に窃盗だね。 一回目のね、逮捕の時は、えー、障害かなんか、えー、配信者に突然押しかけてメントスコーラをやってくださいって言って、で、まあ、迷惑をかけてきて、まあ、その時にね、ちょっとこう、相手の方が怪我したっていうんで、まあ、逮捕になったっていう事件があったんですけれど、ほう。 このね、まあ、迷惑系ユーチューバーっていうのがね、まあ、はびこってたんだけど、まあ、その中でも群を抜いて、ま、迷惑をかけてるのは、このま、ヘズマリュっていう男なんですけれど。初めて聞いたけどな、今回の騒動で。逮捕されて名前知ったって人も多いんじゃないのかなこれだけで終わんないで、この人実はね、うん、コロナを発症したんですよ。 そうなんだよね。だってあのさ、あの山口県知事だってガチ切れしてたもんね。そうそうそう。あのー、留置所でだからね、あの、移しちゃったんだよね。ま、あそれで、ま、あこういうスタイルだから、あちこちま、あ飛び回って人と接触して、いろんな人に移して、まあ、最終的に故郷の山口帰って移しちゃったっていうことで、ま、あいろんな人が怒ってるし、あとまあ、あはじめ社長か。はじめ社長にもとつ。 で、はじめしゃちょーが正式に動画で、まあ、抗議する動画を出してましたけれど、ほう,ほう,うん、このね、過激なことをやるとね、まあ、人気が出て、うん、どん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 過激な方向に、ま、進んでしまうという、で、まあ。あ それがなんていうかな、YouTube の収益につながってたっていうのが、まあ、この問題視されてるんですけれど、うん。この人の場合はね、それが行き過ぎちゃってね、実はもう5回とか6回ぐらいチャンネルバーンされてんのよ、はあ。でもそれでもお金は出るのいや、もう出ない出ない。あの、没収されちゃうからバーンされると。今この人は何のためにやってんのかなっていう部分はあるんだよね。お金にな,なってないのに。なんかもう引くに引けなくなっちゃって、あの、コンコルド効果みたいなのが発動しちゃってんのかな。あー、でもマジでそうかもしんない、この人の。 の場合は精神的ににちょっっっとおかかししななな状態ててるんかなっていう気もしますけどねただその一方で動画以外だとすごく紳士的だったりするっていうこともあるんでそのキャラを演じててそうなったのかでこの人さすごい画体がいいのよ朝倉なんとかさんってほらあのねキックボクサーだかなんだかのね<助>有名な人いるけど朝倉大輔はあれだろ <laughs> アクセスだろ <laughs> <う> <laughs> t 小室と並んであのヤマハの楽器をよく使う人だろう、うそれは。そうそうそう。<laughs> それはいいんだけれど、まあまあまあ、そういうことがあって、まあこの色い々ろいろ YouTuber 界隈で話題を振りまいてたんだけれど、まあ今回ね、こういう状況に落ちて、 るわけですがあれか大物に絡んでなんか名前を売るみたいな感じのそう,そうそうそう家の前に張り込んでんだよこいつうわその時点でなんか犯罪集がすでにねはじめ社長のだから家の近くにまあその張り込んで出てきたところをコーラとメントツ持ってって「お願いします」「やってください」って言うスタイルなんだよね昔のでも電波少年みたいなやつだ そうだね。そのアポなしってやつだよね。で、中にはそれをうまくあしらってる人もいんの。まあ、逃げちゃう人もいるけれど。 えっと、スーツさんっていうなんか、えー、鉄道関係のすごく有名なユーチューバーさんなんかもそれやられた時に、うん、すごくまあ冷静に、あ、じゃあやりますやりますっつって、普通にメントスコーラをやって、そのことなきを得る。だから、このヘズマリゅウって人は、メントスコーラをその場でやってくれれば、その普通にそのまま収まっちゃうんだよね <laughs> あ。ああ、そういうことなんだ。意外と、 そこはおとなしいんだ。そこは意外とね、そんなにすげえ無茶をするって、あ、でもね、それでどんどんほら人気が出てきて、N 国の立花さんの、え、都知事選の応援演説であの、選挙カーの上に登って。コーラぶち負けたんだ。<laughs> 本当だよな。それをやれって話だけどな。<laughs> ね、<laughs> で、何、足利に来た時はどうやってあしらったの <laughs> いや、来てほしいわ。<laughs> <laughs> <laughs> メントスコーラ渡らせ側にぶちまけたとかこの先ねこの、まあ、逮捕されて、まあ、コロナにもかかっちゃって、うん、YouTube にもチャンネルをもう持てないような状態になってこの先どうやって活動をしていくのかなって。 っていう、この、まあ、炎上商法で知名度だけは得たんだけれど、その先が、まあ、出口戦力がないんだよね、この人の場合は。高度範囲広くないめちゃくちゃ広いよ。北から南。だって、沖縄行って、あの、ユタポンっていたじゃん、小学生の YouTuber。あの、学校行くなって言ってたうん。コラボやったりしてんだよね。 あっちはあっちでだいぶ燃えてたけどね。そう、あっちあっちで燃えてたけど、まあ燃えてたもん同士、まあ気があったんだろうね。<laughs> めんどくせえ、うん。これね、この迷惑系 YouTuber とか、その不謹慎系 YouTuber っていうジャンルがあって。あの、なんとかの弟ですみたいなやつでしたそう、それそれそれ、芸能人が亡くなった時におめでとうございますとか、あの、何々の妹で迷惑かけてすいませんとかっていうジャンルがあって、 まあそれをまあ、えー、やり出した、エンドチャンネルっていう人もい,いるんだけれど、その人なんかもやっぱりしばらくそれをやってたんだけれど、YouTube から広告剥がされるようになっちゃったんだよね。それがでも一番妥当じゃない 制裁としてさ。仕組みとしてはまあそうあるべきだと思うんだけれど。だってあいつは結局金が欲しくてやってんでしょそう。金が欲しくて、あの、とんでもないことを言うっていう炎上系っていうスタイルでやってるから、まあそこを抑えちゃえばいいっていうことで、結局それをやられて、急に方向を転換して、なんか食レポみたいなのやったり、普通のをやり出してるっていう。 それはだからさ、<laughs> うん、俺らから見るとダセーって思うんだけど、一回そこでついちゃったファンって何やってももう、要するに信者はさ何やっても褒めてくれるから。ああ、なるほど。そう、昔見たく尖ったことをやんなくっても、まあ柴田なんかもそうだよな。あの、昔見たく大物に噛みつかなくっても、ただ釣りに行ってる動画だけでも楽しいです、みたいな感じでファンがやっぱり来てるっていう、この、このどういうスタイルって言えばいいんだろうな。もう初め、 入り口はめちゃくちゃ悪いやつから入ってくっていうね。ああ、なるほど。そっか、うちらいい人で始めちゃったからね、割とね。<laughs> いい人っていうか、普通はな、普通の人はまあ自分のいいとこから出し始めるから、そのパターンってのはまあ逆になっちゃうと思うけど、まあだから、不良が捨てられた子猫拾ってるのを見て、優しいやつだって思っちゃう効果と一緒だと思うのよね。もしヘズマ流が方向転換を図るんだったら、こっからもう180度も心を入れ替えて、 ボランティアしますとか、募金をしますとかやったら、一気に多分ね、信者っての手のひら返して、ベタ褒めすると思うのよね。熊本の被災地になんかメントスとコーラいっぱい送れます、みたいなね。<laughs> <laughs> そこまで徹底して悪役になれるんだったらすげえわ <laughs>。<laughs> 逆にね。<laughs> 逆に。うん ただな、こういう手法もやり出す人が増えちゃったんでも、いきなりこっからスタートしても目立ちにくいってもあるし、飽和状態っていうかね。うん、飽和状態なんだよね。似たような人いっぱいいるんだけれど、だからその、何々の妹ですっていうフォーマットもい,いろんな人がやり出しちゃったからさ。でも一番最近は大川隆法の息子ですって。<laughs> あれは本人のチャンネルだろ。なりすましじゃねえよ。<laughs> <laughs> あの、キラー仮面っていう人有名だけど、ええ、もうヨボよぼよぼのじいさんが、<laughs> 妹ですっていうのが楽しいんであって、ああ。中途半端な見た目の人がやってもイマイチなんだよね。それずるいなああいうのってやっぱギャップがあればあるほど楽しいからさ。ああ、ギャップ萌えってやつね。まあまあ、そういうね、ジャンルがあるんだっていうことをね、ちょっとまあ、ね、今回話したいなと思って。レジ通す前のやつのものを食うって一時期ツイッターでもバカったっつって流行ったよな。 はい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 。バカッターの方が最近ちょっとあんま聞かなくなったよね。そうだね。うん、まあ、お金になんないからね、バカッターだとね。まあね、うん、あと、そもそも外に出れないからな、最近あんまりな。まあまあ、今はね、そういう状況だからっていうのはあるよね。でもそう考えるとさ、 あの、十何年一貫してなんか、バカやり続けてるメグウィンさんってちょっとすごいよね。メグウィンはでもね、うん、最近だいぶ、ま、人気が落ちてきちゃったんだけどね。これまあ、あ本当芸人とかの問題もそうなんだろうけど、年取ってくとやっぱバカができなくなってくるし、その見てる側が楽しめなくなっちゃうんだよね。年重ねてくると見る側が心配するのかもね。今後だからな、その、ユーチューバーっていう、言われてる人たちが年取った時に、今もそれをやってる っていうのはちょっとね、難しいなっていう。だ、このヘズマリュウなんかまさにそうだよな。こんなのまだ20代ぐらいでしょ、多分。そうだよね。確か若かったよね。 こんなの40、50のおっさんがやってたらマジでやばいからな。<laughs> まあねヘズマリュウはまだ若くて、この見た目がちょっと可愛らしい感じだから、ちょっとポップに映ってるんだよね、まだ。なるほどね。哀れみみたいな目じゃない感じなんだな。これ前だからさ、M1 でハゲネタをさ、やる人がいたんだけど、トレンディエンジェルじゃないよね。あ あれだ、ギャロップだ、ギャロップ。ギャロップっていう、あのー、コンビで、その人が、まあ、結構も多分年いってるんだけど、まあ、ハゲいじりをするんだけど、そこで、あのー、審査員の立川さんか。シラク。シラクだ、そう。シラクさんが、笑えないハゲだよねって言ったんだよね。<laughs> ああ、切実。喉に突っかいてたもんが、そこですごい、こう、言語化されたなと思って。<laughs> やっぱりあるんだよな、その、笑えないハゲって。 はい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 。本人は自虐のつもりでやってるんだろうけども、周りが全然笑えないなっていうさ。 それは多分ね、年齢とかね、その、芸風っていうか、みなりっていうかな、可愛らしさがないっていう感じになるのかな。痛々しいというか。いじれないやつだよね。うん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 。メグインも今そこに足を突っ込んでるように見えるんだよね。ああ、なるほど。もう自虐はやめた方がいいんだと思うんだよな。なんかにその、消化してない限り、ちょっと中途半端なところに着地しちゃうのがね。そうなんだよね。 これはな、一回そういうイメージがついちゃうとな、なかなか笑いにくいよな。ああ、うちら大丈夫かな。っていう感じでね、まあ、今回ちょっとこの、迷惑系 YouTuber のヘズマリュウさんの話をしてみましたけれど、うーん、まあちょっと今の段階ではな、この着地点が見つかんないけれど、 一回ここまで人気を得たんだったらうまく方向転換すればめちゃくちゃ多分稼げるようになると思うんで、その振り子理論でさ、こっちまで悪い方向に振り切れるんだったら逆に言えばもっとね、人のためとかそういうボランティアとかの方に本当にガーンって、いい方にも振り子を振れるはずの人なんだろうから。あ,あその反動でね。そうするとさっき言った、その捨て猫を拾った不良の理論で、めちゃくちゃいいやつに見えるから、<laughs> いいぞっていうのをね。 まあ別にアドバイスも何もな。面識もねえし、会いたくもねえってもあるけれど。<笑><笑> <laughs> っていう感じでね。 その食べちゃったスーパーにマグロを何匹寄贈したとかね。あ <laughs>、それでもいいんじゃねえのそのスーパーにな、あの、築地とかからな、何百万円で競り落としたもうマグロをね、一本丸ごともうプレゼントみたいな。そういう道はまだ残されてると思うんでね。このまま、この迷惑系を続けずに、ダサいと言われようが方向転換する方がいいんじゃねえかなとはね、個人的には思いますけれど。逆にそれぐらいの事前事業をやんないとね。そう、逆にそれぐらいのことをやんないと、迷惑、 かけた人たちに対して、多分申し訳がつかないというか。まあ今回ね。特にそうですよ。そのコロナを移したっていうのは、もう本当にこの人最大の失敗だろうから、それをまあお詫びするような形でね。あのー、活動するもま1つの手なんじゃないかなっていうことでね。今回はこのね。迷惑系 youtuber へずまりゅうの、えー、お話をしてみました。朝川ーです。 えー、最近ね、家飲み動画というのを、えー、サブチャンネルでやり始めました。朝買わず家飲みで検索していただくか、説明欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方からチャンネル登録よろしくお願いいたします。かぶりです。茨城県小賀市を中心にコントをやっています。自己違反症で検索してね。よろしければチャンネル登録お願いします。